Google マップ上ですら行き止まりなのね。これはね、一回行ってみようか。回覧板でーす。コマ撮りトンネル？私が行きたいのは上なんだよな。ちょっとわかんないけど上行ってみます。トンネルを、おおおお、怖っ、おかない、よく転ばなかった今私。私よく今転ばなかったな。でもなんかすごい山道みたいなところ来てますけど、私これ大丈夫？行っちゃって。でも戻れないよ。あ、本当はここ通っちゃいけないとこだ。鎖があるもん。鎖があるってことは、これ来ちゃいけないってことは戻れってこと？ここって国道なのにショックなんだけど、またげないしな。いけません、戻ります。あはは、あーでもびっくりした。私ちょっと今超乗り越えたわ。何か関門を乗り越えた気がする。よかった、でも転ばなくてね、ラッキーでした。もうただ運が良かっただけです、今の転ばなかったのは。回れそうで回れなかった。怖い。よいしょ。だって落石だもん。道にね、落石が残ってる。これで、なんかね、トンネルがあるんですよ。コマ通りトンネルっていうのが。で、これを越えていくと、Google マップ上ですら行き止まりなのね。これはね、一回行ってみようか。今5時でしょ？まだ暗くないから、ちょっと一回行ってみよう。こういうことしだすから、危ないんですよ。コマ撮りトンネルってことを、乗り越えてます。コマ撮りトンネルってことを通って、今、湖沿いをね、湖の、怖っ、なんだ、湖の下をね、南側を、こう周回する感じで今、走ってるんですけど、左側に入ったら役い道があって、超やばくて、でも、国道に出られる手前だったんだけど、鎖があって、越えられなかったんですよ。私が自転車とか歩きだったら越えられたんですけど、それはちょっとバイクはだと無理なので、おるからと越えられないので、って思って引き返そうと思ったら、まだこの湖で走れるので、ちょっと Google マップですら行き止まりになってるんですけど、ちょっと行ってみようかなと思って今進んでます。もうね、標識がね、落石注意の標識しかない。こういうのやってみないことには、なんか、後で、あ、でも行けばよかったなって思っちゃうかもしんないじゃないですか。ね、道自体はあるので、危なくないわけですから、そんなに。さっきみたいな、究極のやばい、ボロボロの細い道とかじゃないので。あ、でもなんか、あれ？地図、Google マップではここで終わってますね。Google マップはここで行き止まりの扱いですが、なんかあるぞ。道片、こっち側の左側の山に行く方が塞がってますね。峠？なんとか峠？なんだ？でも道ありますね。なんかちょっと上に登れる。なんかね、今上に登れる階段があったのでちょっと見てみます。なんかね、道教広場っていうところを急に階段があったのでちょっと覗いてみます。
ほら、こんな感じ。あ、なんかあの、なんていうんだっけ、あれがありますね。休むとこあります。それ終わったかな。おならの由来な、こんなものがあります。これがその木なの。あ、お社が木の下にありますね。樹齢350年だそうです。さ、それ切っちゃってるじゃん。え、切っちゃってませんみたいな。展望といってもね、別に木があって全然見えませんよ。あ、もともとあったとこなんだ。ダムの前のとこなんですね。なるほど。という感じです。です。ね。でもちょっと意外な発見、来てみるものですね。なんか道がね、Google マップではもう行き止まりなんですよ。道が書いてあるんですけど、その先もまだ道続いてんですよね。ここの道は、じゃあ、でも舗装されてるから、なんか意味があるってことだと思うんですけどね。あれ、行き止まってないな。あ、なるほど。これで繋がって、これ鎖で閉じられたらどうしよう。結構ショックですよね。一応国道に出られる感じなのかな？これは。あ、この橋を渡れるから出られますね。あ、正解というか成功というか。あ、よかったよかった。あれですね。さっき走ってた道はね。あれです。あの、右に見える方ね。ほえー。あー、でもさっきびっくりしたよ。よかった、よかった。はい。国道じゃなくて、これは210号線だから、県道かなんかですかね、多分。お、これで秩父、甲府だから。あ、これでさっきの男ですね。私がさっき、キャーってなったところが、あの、この橋のアーチが終わったところですね。トンネルの参り口の左側が、さっき無理やり登って行ったらやばくて、先に進んだら鎖で下がったのがここですね。本当はここだったの。もっとあっちまで行って、県道かな？県道を回ってきて、で、つい140号線に戻ってきた感じです。はぁ、よかった。甲府だから山梨に行くんだね、こっち。反対に行くとね。ダム、ダムでーす。本当は観光的にはこっちに来るのが正しかったんですね。観光的にはこうですよ。せっかくだから写真撮っていこうと。はい、そんなわけで、管理センターがある側、湖のね、下側に来ました。本当はみんなこっちに来て、みんな写真を多分こっち側で撮るんだと思います。写真。多分あっちの方、あの辺に管理センターがあって、咲いてるんで、管理センターがね、ダムカードとか多分配ってると思います。ダムカード私あんまり興味ないんですけどね。ちょっとあの奥まで行ってみよう。行ってみますか。はい、これダム管理センターとか、まあみんながここに来るとこですね。じゃじゃーん、これダムそこありますからね。本当はっていうか、あの奥秩父もみじ湖っていう湖でした。もみじ湖っていうんだね。超知らなかった。ダムがあそこに見えます。ほらダムでーす。反対側が放流じゃないね、放水の方みたいです。ババーンってね。はい、ダムです。おぉ！じゃららーん。あっちの道、この下行くとあそこら辺ダム真正面から見える感じなんですね。
やっぱ巨大建造物がちょっとね、ちょっといいよね。また近いからね、いつでも来れる感がちょっとあるから、やっぱそれがね、結構不思議な感じですよね。こんなに近くにあるんだなみたいなね。2時間もあれば来れちゃうんですよ。2時間ちょっとかな。うん、下道でね。高速使えばもっと早いじゃないかな、普通だけど。そりゃそうだね。お、ダムが見える感じがある道ですね、これは。いやー、すごいすごい、見えます？これ映ってます？ループ橋ですね、こうくるって回ってるやつ。わわわわわ、これはすごいよ。はい、ループ橋のところです。なんか勝手に止まって撮っちゃってます。人がいないことをいいことにね。修行ーい、くるくるって回ってますね。ループしてるからループ橋って言うんですね。そりゃそうか。ダム、すごいね。あそこ放流されるんだろうね。じゃじゃーん。では参りましょう。ループ橋って初めてちゃんと通った。見たのはね、テレビとかで、あと動画、皆さんのあの元ブログとかでは拝見したことあるんですけどね。いざ自分で走るの初めて、感動しちゃった。うわーと思って。なんか帰りでよかった感じ。むしろ行きだったらちょっとテンション違ったかもしれません。なんか来てよかったな。ふと思い立って昼過ぎに出たけど、ふと思い立ってね、お昼過ぎに出たんですけど、結構いいものを見れた気がします。ダム内見学とかね、そういうのはしてないし、っていうかできてないし、あと何、その名物的なものを食べたりもしてないしっていうのはあるんですけど、うん、なんかね、来てよかった感がすごいあります。へへへ、ありがとう秩父、また来るよ。はい、そんなわけでね、今日はね、滝田ダムに行ってきました。埼玉県の秩父市にあるダムですね。結構有名なダムです。ダムカレーとかでテレビとかでね、紹介されたからですかね。今日はほんと洗車して、お昼過ぎに洗車を開始して、まあ、すぐそんな時間かかんないじゃないですか。で、洗車してたら、風でこう水気を飛ばすのにいつもちょろっとだけ走るんですよ。15分とか30分くらい。で、それをやろうかなと思ってたんだけど、どうせ走るんだったらお出かけしちゃおうかなと、お休みだしなと思ってね、秩父まで来て、で、秩父ならどこかなと思ったら、滝沢ダムを思い出したので、目印に来てみました。なんかね、捨てずしていいものが見られた気がします。今ね、もうそろそろ、今ちょうど18時なんですけど、そろそろ暗くなってくるし、まあ、気をつけてね、帰ろうかなと思います。さっきね、今日この辺で。じゃあね、バイバイ。はい、いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter や Facebook もフォローしてね。じゃあねー。